4年前から行方が分からなくなっている杵渕さん夫婦。その写真をロバートに見せると意外な言葉が。喜んでお手伝いしたいのですが、まず正確な情報を得るために一人で投資させていただけないでしょうか。明日そのことについてきちんとお話をさせていただきますので。いくつもの謎が入り組んだ複雑な事件であると感じ取ったロバート。翌日、スタッフが再びロバートの家を訪れると、一人で投資に集中している彼の姿があった。もう少し投資を続けさせてほしいという。そして待つこと30分。奥さんは殺されました。しかし投資をしていてご主人のエネルギーを感じることができません。今は生きてるのか死んでるのか答えられません。水の中に沈んでいく奥さんがはっきり見えたのですが、そこにご主人の姿はどこにも見えません。ご主人についてはもう少し時間をください。何者かに命を奪われ水中で眠っているという育子さん。では清さんは。この事件は大変古いようです。正確な投資をするため日本に行って家族に会ったり住んでいた場所に行きたいと思います。そうすれば二人に関して全てのことが見えるはずです。ロバートは我々に完全解決を誓った。全ての謎を解くためカナダから緊急来日した超能力者ロバート。15時間という長旅の疲れも見せず、成田からそのまま千葉市内にある杵渕さんの自宅へと向かった。テレビの力ですけども、お願いします。よろしくお願いします。出社です。自宅でロバートを迎えてくれた息子さん、投資にも立ち会いたいという。ロバートが最初に向かったのは1階のキッチン。ここで暮らしていた清さんのエネルギーを集めるのだという。しかしものの数分で。2階に行ってもいいですか。なぜ2階へ。その理由を尋ねると、2階でご主人のエネルギーを強く感じるんです。毎日通って、あと寝室も2階なんです。この時息子さんは警察にも話していない事実を突然思い出した。ただ2階の寝室の扉に、まあこれぐらいのサイズですかね、血痕が最後、まあ、見つかったことは見つかったんですよね。鑑識入った後でみんな1階ばっかりだって、階段とかもなかったんで、で私どもがほら家の、まあ、掃除、とかをしてたら偶然こう扉とかも見てったら、まあ、2階にもちょっと何かつけた血痕はありましたけど。2階の寝室で夫婦に一体何があったのか。警察の発表では血痕が見つかったのは1階の風呂場と廊下だけ。2階の寝室で感じた清さんのエネルギーとは。投資に集中するため一人で2階に上がったロバート。40分後家の中に呼ばれると、気になるみたい。これ俺ロバートが気になる場所、そこは育子さんの大量の血痕が発見された風呂場だった。カメ
らの時期や他人の視線を感じると投資が乱れるというロバート。一人風呂場にこもる。